皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、4月11日、4月11日、16時11分。昨日のニュース2-3を見ていて、他の報道番組では特別そういうふうな場面を映してなかったんですが、いろいろな報道番組を見なければ、スポーツの試合中に何を選手が言ってるのかっていうところを、なかなか証拠にたどり着かないで、特別機能も録画してたわけでもないですし、録画していたとしても自分で撮影、その瞬間瞬間を撮影しなかったら AI による作動によってそのデータが削除される可能性があるんですけども、昨日18時前からもう、心身ともに、力尽きて、今日も睡眠時間4時間ほどなんですけども、倒れ込んでいました。で、ある程度は眠たいんですけども眠れないという状況ですね。その状況を中日のベンチの選手の人たちは大喜びで笑いながら寝転んでるって言ってるんですよ。昨日の試合、もう人としてどういうことをしてるのかっていうことを自覚を持ってるのかどうか、各自全員365日のうち毎日睡眠時間4時間で生きてみてどれだけ辛いか分かるから、これ無理やりこの立場させられてもね。誰なん、淡井圭介をこういうふうにはめ込んだ人間で、ニュース2-3を見たときに、小川彩香に向かって心の声で、見てみって、もうみんなほったらかしやって。中日のベンチの中なんかこっちが倒れ込もうがどうしようが、ベンチの中で笑っとうって。もう勝ち負けでみんな狂っとうって。河川水門開始でも地下水流ストレートトンネル発電、それできたとしてもいずれ原因はなくなんねん。滅ぶんよ。現実見てみんな生きてへんねん。トヨタとか見てみいな。いまだにラリーレースなんかしとんねんぞ。どうすんねんこの世の中。誰が真面目に生きとんねん。稼いだ人間は真面目か、大きな売り上げを出した人間は真面目か、違うって。さあ、萎えるよ、こっちだって、気持ちが。自分一人じゃそれもう作ることできないんだから、もともと。だけど誰も助けてくれないんだから。手助け。睡眠時間のところもそう。はっきり言うよ。プロ野球業界、君たちも訴えられたら困る立場よ。金銭払わなあかん立場よ。上下関係完全に逆転してんのよ。逆になってるの。被害者の方が立場上なのよ。で、加害者はどちらっていうことを考えなきゃなんない。阪神タイガースの試合に関しても、例えば僕はテレビを見ながら取り組んで頭なんかかっさりしてました。で、昨日も文章を打ち込んでいて、で、テレビを見る方法は諦めました。とにかく自分のことを早く解決しなければならないなって。結婚問題にしてもそうだと思うんです。相対的な部分とかもありますから。生き方の問題。今何をするべきかの問題。全員他人事。だから僕の動画を日々常日頃から見てくれてる人だったらわかると思いますけども、例えば昨年ね、ありの台の、建物等を撮影していて、ここの住宅も多分放置されてるだろうなって、でそういうところを撮影しなかったらその建物の中をね、まず片付けて、建物を解体する人っていうのがどこも工事始まらないんですよ。僕は撮影してやっと始まってる、ほとんどのところが。別の人もそれしてた人います。それでテレビに出ていた人もいます。もともとは芸人みたいな立場の名前で土田っていう名前ですけども、今はどこそこの研究所みたいな形で、軍事評論家みたいな形の名前で、その人もね、名前
変わってるから、小泉っていう名前に変わっていたりだとか、もう川もだいぶ崩れてますよ。今戦争なんかしてる国なんかありませんから。現状分かってます。テレビの放送でその放送だったら、一般人誰も本当のこと分かるわけないじゃないですか。で、小川彩香に対して、もうみんなほったらかしだと。中日とベンチ見てみって。その時間帯こっちは倒れ込んどって。睡眠時間のことなんか今まで何回も言ってきてるって。睡眠時間のことは今まで何回も言ってるっていうのは心の声で伝えれたかどうかは多分伝えてはいないでしょうけど、今までの話をしっかりと覚えてる人間だったらわかるはず。で、小川彩香は、それなら私が行くって言ってるんですけども、どこへ行くんです？そのことでももう僕はもう我慢の限界が来てるんですよ。もともと君もそれで報道ステーション外されてるでしょって。どこへ行く、どこへ行くで、どこへ行ったの？誰に何を言いに行ったの？それなの、重要なの。その情報を僕にくれなかったら、どこでその先どんな話になってるか僕はわからないじゃない。で、今まで何をしてたの？いろんな人間がここの、この辺に絡みに来るように来て、昨日も、もう子供がまず、ここの、3階の廊下とか、階段とかドタドタドタ走り回って、大きな物音を立って、で、やっと、もう、しょうがない、集音しようと思って、スマートフォンで撮影始めたら、音がピタッと止まって、で、外から子供の声が、本当に強いわ、とかなんかそんなこと言ってるんですよ。強いの意味が分かってないんですよ。していいことと悪いことの区別を、まず、各スポーツ選手のお子さんに伝えてます。人に迷惑かけちゃダメだっていうことを伝えてます。僕は以前の状況をお伝えしましたよね。朝の4時ぐらいから起こしに来るやつが代わる代わるでものすごい数がいたと。で、春山整骨院に関しては、建てた当初なんか、夜の12時、夜の0時00になっても人が出入りしてたんですよ。車乗り付けて。車乗り付けただけで、まず、まあ、速攻、ドブと言った方が分かりやすいかもしれない。そこの上に、木じゃない、石の、ブロックを置いてますよね。普通の人の力じゃなかなか持ち上げれないような、ものすごく重たいもの。あれ、間にだんだん土とかが間に挟まってきて、余計持ち上げにくくなりますから。あの上を車が通過しただけ大きなものとなるんですよ。で、例えば、アリの第一ターンハイツの前に、本当は金属製の、そういう道具の上に、板をね、網目状の、ああいうものを置かなくてよかったのに、誰かは身勝手に置いてるんですよ。意図的にそこの上を車通過するときに、踏みつけていって大きな音を鳴らす連中もいっぱいいたんです、今まで。この間もありました。車の、もともと僕も車乗ってたから分かるんです。普通乗用車同士だとそこまで乗り上げる必要ないんです。対向車が来たとしても。それでもこれぐらい、これ以上の幅ありますよ。減速したらいいだけ。本当は街の中徐行。住宅密集地は。言ってるじゃないですか。あなたたちの中に警察官が混ざってるのも分かってるんですよ。で、人によっては、プロ野球選手だった人間かどうか分かりませんよ。もともとサッカー界の人間かどうか、どういうふうな支援恨みを持っていたのかどうか分かりませんけども、何か理由をつけて僕を精神病院にさせていたでしょう。怒らせて。それも全員がしてしまってるんですよ。しんどい時だってあるに決まってるじゃないって。睡眠時間のことこれだけ言ってるんだからって。試合終わった後、自分の僕の撮影してる動画見てもらったらわかるじゃない。顔ボロボロになってるじゃない。辛いか辛くないかぐらいわかるじゃない。一銭もどこのスポーツ業界もお金払ってくれてない。テレビ業界もそう。良い番組を作った。全てとは言わない。だけども半分以上のものは良い番組を作った。視聴率だけで言うんだったら、高視聴率も多くの番組で獲得しました。
本当に良い番組というものはどういうものかっていうことを分かってくれた人たちもたくさんいたはずなんです。だけども支払いはどこもない。で、自分が同じ目に遭わされたらって考えてみたことありますか？私の結婚話の話聞いてどう思ってます？ホームページ淡いケース履歴のあの文章だけを読んだら、僕も相手を傷つけないようにと思ってああいうような書き方をしたんですけども、普通に考えてみたらわかるじゃないですか。僕は涙流しながら動画でアップロードしました。本音の部分をね。それ見たらわかるじゃない。誰も名前と住所、電話もわからない。まともなデートすらない。僕は女性と海にすら行ったことない。ね。他にもいろんなこといっぱいありますが、肉体関係なんかありませんよ。ね。同じ目に遭いたいですか？これ最悪ね。僕は潰れていた時の顔を誰に撮られてたんです？結婚話した人？阪神タイガースの勝ち負けしてるとき、僕の映像の方では、阪神タイガースの選手も寝不足なんじゃないかなというふうな顔に見受けられました。本当のところどうです？これ映像加工があるから、わからないんですよ。みんなが本当のこと言ってくれないと。ただ、岡田監督とかがこう、歩き方ももうフラフラなっていてね、もう倒れそうだとか言ってる、その言動を聞いたときに、ああ、岡田監督も睡眠不足なんだろうなって。楽天の、チームが東日本大震災のあと数年後、優勝した時も、星野監督も、寝不足でした。やっぱり早死にされています。状況分かっています。僕もともと阪神・淡路大震災の被災者で、エネルギーの残存量問題を、世界中の人たちの多くの問題を、僕のその内容を、みんなが手伝って、早くそれを早く実行しなきゃなんないのに、誰からも手伝いがないんですよ。それどころか、話が全部逆になってたでしょって。それなんで忘れるんです？で、昨日の結果見たらわかるじゃないですか。今年 DeNA ベイスターズさん、4番ベイスターズさんを、DeNA さんを優勝させてあげなきゃなんないって、優勝の回数を揃える話でって。なぜ協力体制が他の球団にないんです？だからその体制を絶対強いちゃダメなんです。自分さえ良ければそれでいいみたいな考え方になってしまうから。寝転んでるっていうのは分かったんでしょう。普通、まあ、淡井さん限界やわって。肉体的にも精神的にもって。なぜ自分たちでその動画を見るのを逃げてるんです？この動画に関してもそう。何回も言ってるじゃない。阪神タイガースの選手だった鳥谷敬だって、髪の毛をパーマ当てて、もともと帽子かぶってる人たちですから、プロ野球選手は。帽子を外しただけでも髪型次第とかでも顔が変わったりとかもあるから、わからないって、自分から名前名乗って声かけてくれなかったらって。で、さらに髪の毛染めてパーマかけて眼鏡かけて横通り過ぎてるんですよ、僕の家の横。じゃあ、僕の家の横じゃない、買い物行った帰り道で、他の人間と複数で歩いていて、他の人間笑ってるでしょ。何が楽しいんです？自分が同じ目にあったらどうなんです？好きなもの、一つもなくなりますよ。音楽業界で誰が僕を助けてくれました？じゃあアニメ業界は、漫画業界は、誰が僕を助けてくれました？じゃあ政治家の人たちは、誰が助けてくれました？政治経済に関してどれだけの貢献を私がしたと思ってるんです。良い話込みですよ。寝転んでるイコール倒れ込んでるっていうことをなぜわからないんです。僕は阪神タイガース、それは去年勝ち負け、
取り組んでましたよ。だけども、阪神タイガースの選手が、例えばね、デッドボール、もしくは選手同士の交錯とか、相手チームの人が痛がっていたら、これはもう他の国際線とかでもそうです。他方の人たち、体大丈夫かなとか心配しますよ。いや、今のやりすぎやろって。ああ、ああいうプレーしちゃダメだよ。サッカー界とかでも心の声では送ってますけども、いちいち僕はそれをテレビを撮影して社会に公開しなかったら、そういう行為やめれないんですか？無理に決まってるじゃないですか。こんな試合数。そんなことしてたらどうなるんです、世の中。考えてみたことありますか？もう一度言いますよ。河川水門開始北祭りに関して誰も手伝ってくれてないんです。で、国土面積が広いカナダとかブラジルなんか水力発電で、要するに河川水門開始北祭りみたいなものですよ。だから僕の内容のものは一応特許申請すれば特許は取れます。だけどもそれに関してその工事を受け持って、で、そこでどういうふうな金額は動いてって、自分の取り分云々でって。確約なんかどこにもないんです。もともとの話はどうでした？スポーツの国際線で阪神・淡路大震災の被災者というだけでは、ね、それだけでは、阪神・淡路大震災の被災者全員助けなければならない話になるから、それは無理だと。何かで貢献した話があって、だからこそお金が入ってくるっていう形じゃなかった。これは無理だと。それで僕はワールドベースボールクラシックでもあれだけの結果を出してきたわけじゃないですか。プロ野球協会が1円でもいつお金払ってくれたんです。で、実態の話しましょうよってした時に、誰が本当の話持ってきてくれました？架空の家がたくさん建ってしまってますよ。いろんな人間が出入りしてる一軒家。あれどうなってるんです？誰がどんなお金の流し込み方してます？国会でどういうふうな話になってるかっていうことを僕は YouTube でちゃんと述べましたよ。もうそれしちゃダメだってって。ちゃんとまずお金あの人に渡しなさい。あの人って粟井圭介のことですよ。で、今日は昼間何をしてたかっていうと、武田恒康さん宛てにね、その旧皇族武田家ですから、その佳子さまに会えないかどうかだとか、結婚問題を早く解決しなかったら、もう僕も状況わけわかんないんですわ、聞いて。ウキペディアの内容がコロ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 変わってるから。台湾の地震に関しても、僕の動画の方で、およそあれは何年も前にも放送したの、あの内容のものであると。実際にそういう映像はもうすでに混ざってるんですよ。で、それで昨日の報道は台湾の地震の件ともあったでしょう。2日前ぐらいかな。その動画アップロードした3日ぐらい前かな。社会の状況皆さん分かってます？めちゃくちゃですよ。こんなの僕一人で全部対応できるわけないじゃないですか。で、対応しようとしたら嘘がバレたらバレたら困る。自分たちが攻撃される。だから粟井圭介を睡眠不足にさせてしまえ。殺してしまえ。むちゃくちゃじゃない。だから私の母親2019年に亡くなったって言ったじゃない。だいぶ前から睡眠不足にされて。話逆じゃない。普通に刑法で考えたらわかるでしょう。挑発行為。で、それ過度で全員で行うと、集団暴行完全に。もう心当たりがないんです、本当に。なぜ、例えば昨日の晩、睡眠時間4時間しか眠れなかったのかとか。昨日の晩というよりも今日ですね、結局昨日、もう夜中ずっと眠れなくて、もう3時ぐらいまで。で、朝は朝で、朝から、学生、誰か、もう何人も、ここの階段を
大きな足音を立てて降りていってる。無理やり起こされる。だからそれはもう朝の7時半とか大体それぐらい。春山整骨院は春山整骨院で、相変わらず車が来たら、車のドアをそろっと閉めるっていうことは、いつの間にたってもできない人たちなんです。普通できるんです。僕、ホテルマンとして勤務していたときに、それを注意されたことがあるから、早朝出勤のときに。出勤者来たときに、車のドアそろっと閉めてるって。客室のところまで聞こえるから、絶対そろっと閉めてよって言われてましたから。だから、そろっと閉めてました。何回か、それはあります。急いでた時とかにね、車の音、あ、閉まった、今のって、バタンって閉めてしまったって。急いで閉めた時って、みんなもう絶対大きな物音が出るように、車のドアって作られてますから、こう、そろっと、もう、隙間、もう5センチ、10センチのところまで持っていってから、ドアのところを、ちゃんとね、上の方に開けといて、押し込むようにして、押すと。で、ドアのところを、取っ手のところがあるでしょ。そこも元戻したらちゃんとロックかかるんですよ。それでも不安だったらもう一回手で押してみたらわかります。それで鍵かけたらいいんです。ドアの開け閉めね。それしてました、僕は。睡眠時間4時間とかで頭回るかって言ったら、それだけで回らない。連日続くだけでね、一日でも結構きついですよ。文章、しっかりと書けるかどうか、常識持ってたらわかるでしょ。全部逆。もう今日も本当は、もうどんな精神状態かって言ったら、もう解決の手段がもう飽きて分からないんですよ。結婚話の方もそうだけども、その河川水門回帰発電、地下水ストレートトンネル発電もそうだし、プロ野球界からのお金の支払いもそうだし、それはサッカー界も同じ。横領事件してるんですよ、すでに。あんまり言いたくないですけど。スポーツ界はもう確実に、あとテレビ局は。で、テレビ出演の人間が、こう何かね、例えば報道ステーションで出ている女性アナウンサー、髪の毛染めてる、僕より一つ年上の人かな、もう名前忘れましたけども、もうその人も、みんなで行くとか、みんなで行きますとか、身勝手なことを言ったらどうなるかって言ったら、今まで多分 YouTube で見たことある程度の人間とかまでこの辺来て、なんかもうごちゃごちゃ言ってくる。自分がそれされたら、日々の生活が成り立たないことぐらい分かっててしてるでしょ。数減っただけで、3日連続で全く絡んでくる人間がいないかっていうと、ないんです、未だに。で、春山整骨院というものが存在してるだけで厄介なんです。車のドアの音だけでもね。それプラスいろんな声とか聞かされてるんですよ。だからその検察庁機能に関してはもう裁判官とか検察官が聞いてほしい、粟井圭介の件を。粟井圭介さんが言われてるっていうことをちゃんとコンピューターは明確に述べてって。で、これで起こった時に、精神病院に入れたのが警察官の実態であって、警察官がそれを組織としての謝罪がないんです。医療業界からもね。あ、また外から子供が大きな声でなんか言ってきよう。叫んで。言ってくるというより、何かに対してこう、叫んでるっていう状態。それ鬱陶しい、本当に。で、公園とかにいる子供とかでもこっちに向かって、あ、言ってるなっていうのはわかるから。
自分が同じ目に遭いたいですかって考えた時に、していいことと悪いことの区別、子供にまず教えてますかっていうことなんですよ。この辺の地域の人も含めてね。教えてないんです、学校の先生も。で、これは、しょっちゅう言わなきゃならないんです。すぐそうなるから。気張ってる子供なんかまずいませんよ、この世の中。で、大人は大人でどうかって言ったら、自分の仕事で勝ち負けで狂ってる。もともとジャイアンツが昔、ジャイアンツばっかり優勝してた時、中日ドラゴンズだって優勝できてなかったじゃないですか。なぜ優勝回数を揃える話で、みんな、交代で、でも、僕は淡井さんの代わりを務めましたとか、睡眠時間のところとかね。で、ただもう、これ、コンピューターが一方的に、その睡眠、眠気を取る方法とかを分かってしまってるから、これも僕どうしたらいいんですか、本当に。心ある対応とかもそうだけども、僕もその台湾のあのカレン県の地震、何日か経過して、何回もニュース見てからやっと、まあ、疑うところから本当はニュースを見た方がいい。このニュース本当に今の時間軸に発生したものなのかなって、これは何回も報道を見ていた人間じゃなかったら、同じ映像が出てきてるっていうことは気がつかないから、その記憶をその取り戻すというか、前見たことあるっていうところまで気づくまで、そんな人なかなかいない。ほとんどの人はそんな風に取り組んで生きていない。じゃあ、能登半島の件に関して僕から見たらどう見えてくるかって言ったら、本当に2024年の1月1日に発生したものなのかなって。なります。本当はこれ数年前だったらどうしようって。未来からの時間軸の声かけでいろんな人たちに言ってるって。2024年の1月1日16時過ぎに能登半島珠洲市で震度6の地震が発生してるって。2023年の12月31日までに全員、能登半島から避難してくださいって。政府の人たちは言いましたよ。絶対昔の放送を流しちゃダメだって。善意ある人間が未来の時間軸から避難を呼びかける方法が嘘になってしまうから。その時間軸だって聞いてたのに、違う時間軸の、違う日付で地震発生したら、その人たちは騙されたってなるから。今言っただけで、敬語じゃなくなっただけで頭なんか取られてます。なんで？民法720条に正当防衛あるじゃない。敬語使わなくていいよ。喋ってる内容に照らし合わせてや。どこの誰が判断しとんの？もうコンピューターが判断するな。無理や、こんな社会。絶対滅びる。N の残存問題に対して本気で取り組む業界がどこにもない。あったら自動車産業、とうの昔に生産止めてるよ。出回ってるって言ってるじゃん。15億台も社会に。中古車自動車センターは潰れて、中古車自動車屋さんと言ってもいい。何十年も前から車ほったらかしよ、そこに。後片付けする資金とかないから。多分その人の生活をない、お金なんて。石炭の採掘、中国は昔からすごい採掘の仕方してました。巨大な何十メートルもある大きな車輪、分厚さだけで5メートルぐらいあるかもしれない。それに刃をつけてるんです。
見ていて怖いですよ。そんなめちゃくちゃ巨大なものが回ってるところを見たら。それで石炭の地帯を掘削してるんですけども、それは多くの石炭は採掘できると思いますよ。で、多分その VTR もちょっと前に流れましたけども、もう下手したら何十年も前の方、地表の方のところだから。その目に見えてるところで石炭採掘できるところなんかもうほとんどないでしょ。もう地下でしょ、だいぶ前から。アメリカかな、どこかの地域。まあ、石炭に関しては中国は残りの採掘可の埋蔵量の年数、10年前後だったと思いますよ。世界全体で見ると、石炭の採掘可の埋蔵量に関しては、今の採掘ペースだと100年分ぐらいあるという話にはなってますよ。なってますけどね。それ深さ何メートルなんですかっていう話なんですよ。それ引っ張り上げてくるのに、地上に出してきて加工したりするのにエネルギーいるんですよ。真面目に世の中の状況を考えてみたことあります？で、いつもその報道機関の連中のあの身勝手な内容、いつどこに誰が何時何分行きますってなぜ言わないの？どうせ隠蔽が。どうせエネルギーの残存量問題とかそういったことをしっかりと覚えてない人間とかが自分の思い込みとかで動くから、だから身勝手に僕の家に言いに来るの。家の横通り過ぎたりしながら、だからそれ全部ストーカー行為法違反だって言ってるじゃない。警察もそれ認めてるから。どんなところまで昔からもう20年以上前から進んでるかって言ったら、携帯電話で話しながら粟井圭介さんに話しかけてくる方法、それもなしよって。何か聞こえてくるような方法でって。話したいことあるんだったら、あの家のそばとか粟井さんのそばで話しなかったらいいって。君が離れたところで電話しなさいって。そうなってるんです。で、それを全ての警察官が知ってるわけじゃないんです。で、これは一応、まあ、佳子さまへのメッセージともしてますけども、そういうふうに後で、アップロードするとき、まだアップロードしてないから、してますって言っただけでもう頭かき始めたでしょ。だからもう、コンピューターの融通の利かない世界。まだ公開してないのに、としてますけどもって言っただけで、そこまでついてくる。言葉遣い間違えてるか間違えてないか。もう今もう我慢しながら敬語なしで喋ってます。頭なんか取られっぱなし。この非人道的な状況分かってます？殺してるのよ。この変なルールで。多くの人。多分その原因、テレビ局。昔から変な内容放送しすぎ。暴力団の映画とか。だからそんなものを、金儲けのために、こんなものを放送したら世間に対して悪影響出るなっていうのを分かっていながら、金儲けのために放送したのいたのが民間のテレビ局。さすがに NHK では暴力団関係の映画は流しません。そこ税金ですから。じゃあ国の行政の人たちが全部物事分かっているかって言ったら分かっていません。去年も同じことを言ってませんでしたっけ、私。寝転んでるっていうことを中日のベンチの人たちが言ってたっていう話をね。その時もニュース2-3でした、TBS の。皆さん覚えてる人は覚えてるでしょう。もともとそこ、横浜 DeNA の株持ってたんですよ。TBS。正直本音言いますよ。世界中でスポーツ3年止めた方がいい。で、本当のことを全て公開した方がいい。
それで全員一回真面目に考え直した方がいい。本当にするべきかどうか。無理、どう考えても。エネルギーの残存の問題。なくなるものはなくなるんです。昔もけど、この結論、本当は立浪さんも知ってるはずですよ。聞いたことあるはずですから。みんな悩んだはずですよ。僕は二十歳ぐらいの頃。で、向こうが上とか、そういう言葉だけでね、最終的に物事の結果って、もう本当にものすごく苦しい思いしながらじゃなかったら、僕は優勝した経験ってないです。だけども、相対的に見ると、はっきり言って、僕は、この球団が、その世界のルールは法律ですから、公平性と平等性。どうせ取られてる取られてないがあるから。だから優勝する回数揃えなかったら、絶対人権侵害になる。極度のね。ある程度そういう部分があったから、星野監督も昔は、巨人ばっかりが優勝してたって、面白くないっていうことで、ああいうふうに言ってたわけじゃないですか。もうお亡くなりですけど、元監督の星野さん。あの人も命がけ。これ相対的に見たら、昨日のね、もうこれ、そこまで以前の VTR とか、加工プラスとかでされていた僕もお手上げなんですけども、立浪さん見たときに、全然睡眠不足には見えなかったんですよ。じゃあ、粟井圭介の逆行った方が楽ができる、楽して優勝できるになるんですよ。今までのこと全部バレたんだから、どこはそうなるかのところなんかもうそれはっきり分かってるじゃないですか。絶対僕じゃないじゃないですか。で、本音で言いますけども、加護さんもね、その河川水門外式ダム発電、地下水でそれ整えるのことに関して、私が聞きますとか、こう言ったりとかしてるんですけども、だけども実際会って話し合いなんか誰もしてくれないんですよ。状況見えてます。自民党の本部なんか何回も今まで電話しましたよ。アポイント取ってくれない。で、みんな何したかって言ったら、この辺歩いて通り過ぎて終わり。とにもかくにも、その今の状況っていうのをお伝えしました。さっきも、倒れ込んで、布団の中に入って、とりあえず横になっていました。座っておくこともしんどい。パソコンを打っておくこともね。で、文章とか、整えたりだとか、そういったことをしようとしたりだとか、58番のところとかも変わってますから、ホームページは圭介の利益の。どうしなければならないのかのところの部分で。でも、報道を見ていて思うんですけども、そのスポーツコーナーを報道番組の冒頭からとか、例えば大谷翔平、彼のことを取り上げて放送したがったりとかしますけども、その時点で皆さんどう思います？一般的なまともな話がよりも野球の
一選手の活躍の方を優先順位上に上げて放送してしまってるっていうわけじゃないですか。それとも私が騙されてます？能登半島の地震、もしかして今年の1月1日じゃありませんでした？ちょっと本当に誰か普通に僕に電話かけてもらえません？プロ野球業界のちゃんと普通に話できる人、落ち着いて、できるだけ僕も怒らないで話しようとはしますから。真面目にみんなで考えなかったら、これ全員がちゃんと動かなかったら無理ですよ。26年前と僕はそこまでの話はたどり着きましたけども、それ20歳の頃ですよ。20歳か21歳の頃、どうにか、絶対無理。そんな年齢、もともと社会的地位の高い家に生まれたとしても無理。そんな年齢で、上がすぐに動いたらよかったんでしょうけども、上って国会議員の人たちとかも含めて、経済界も含めて、各会社の役員の人全員ですよ。中規模以上、そのために経団連っていうものがあったはずなんですよ。だけどしてることがずっと逆、常に消費の拡大ばっかりしようとしてる。今日のスポーツの勝ち負けも、もうちょっとこれも、もう阪神タイガースの皆さんとか、横浜 DeNA の皆さんとか、他の人たちもショックかもしれませんけども、試合の勝ち負けに取り組まないのところで、もうこちらの健康面、ちょっと優先させてもらってもいいですか？どういうルールか、これ最悪ね、それ言ったら言ったで、勝たんかったら勝たなかったで、睡眠時間これ取られます？だからその瞬間瞬間とかも記憶つけてるからびっくりしますよ。自分の頭の中で何か考えたことだけで眠気まで取られたりしてますから。例えばね、この間の女子高校野球の、決勝戦4月7日、佳子さまが、観客席にいて、隣老人男性なんですよ。でそれね、普通に考えたらデートじゃないですか。普通に考えたらですよ、スポーツ観戦を見に行く、異性と見に行く、隣に座っている、それ普通デート。だから僕はストレートに動画で、いやもうやめといた方がいいですよっていうことを一切笑わないでね、大真面目な顔して言っています。僕もそのまあそれは皇室90番の皇室へのメッセージのところを見てもらったら分かると思うんですけども、その心の声とか、そのスポーツ選手だったらテレビ出てる人たちだったら分かるじゃないですか。だからそれで佳子さまはああいうふうな対応してる以上、それはある程度結婚のことを考えてくれてると受け取るのが普通だと思うんですね。それがもしかしたら違うかもしれない。だけどもそれは早急にお互いに答えを出さなかったら、食い入れを打たなかったら、自分たちの結婚を引き伸ばしてるわけじゃないですか。それプラス他者も今までいたわけじゃないですか。例えば佳子様じゃなかった時のことで、例で言うと、例えばテレビ局のアナウンサー関係とかももともとはそうでしたし、モデル関係とかの人間とかもそうでしたし、あれも最初から、今考えたら、こういうふうにもう絶対身動き取れなくなるようなこと分かっていて、変なルールを押し付けてきてません？多分そうでしょう。全員僕に名前と住所と電話番号をちゃんと身分証明書と開示して教えてくれた人っていましたっけ？一人だけ現戸籍等を見せてくれた人はいたと思うんですよ。
ただ髪の毛染めてたと思う。そう、今ギリギリのところで怒ってはいないんですけども、まあ、例えば今日の天の神様の安全のお祈りに関しては日本のプロ野球業界までの範囲だけにしておこうとか、昨日もそうだったんですよ。その世界中とかになってくると、日付、今の時間軸で他の国からしたら日付とかがっていうとこあるじゃないですか。それで眠れなくなってたらどうしようとかもあるし。で、そのコンピューターがいろんな人間の声、例えば、もう一緒に働いたことのある人間の声っていうのは基本的に多かったりだとか。だからその人間がある程度の立場でこういうふうに働かせていただとか、そういうふうな、その、だからもうその人たちは警察官とかだったりとかするんですけども。第三国の人とかが冷静に客観的に今までの内容を全部見たときに、ただもともとどういうふうな人だったかっていうのを、まあ中にはその山口隆っていうものは一緒に葛西の撮影も多分行ったことのあったものだったはずなんですよね。僕は二十歳ぐらいの頃。で、もっと記憶を遡ると、神戸市兵庫区東山町に住んでいた時、要するに阪神・淡路大震災の前ですね、小学生の頃、僕の近くに訪ねてきたことがあったと思うんですよ。その男は警察官として有馬警察署でも見たこともあれば、日テレ系列の、関西の方の読売テレビの、まあ、YTV って横文字で表記されてますけども、あの会社の中継車の中でスマートフォンいじってた場面も見たことあるんですよ。テレビ局の人間として働いていたりだとか、多くの人間が職業を転々としてる可能性が高いんですね、この世の中。ほとんどの人が。で、その会社にしっかりと、まあ最初の方から入社して残ってる人たちが事故になって、このエネルギーの残存の問題とか、粟井圭介が陥ってるこの無茶苦茶な状況っていうことをしっかりと伝えてあげなかったら、解決なんかできないんです。こっち潰されて終わりです、本当に。記録的にも、例えばプロ野球業界に、じゃあ裁判所に請求かけて、裁判所を通してね、まあ、請求かけて、で、裁判始めたらいいじゃないって思う人いるかもしれないですけども、もう精神的にもう、そこまでの、もう何を先にしなきゃなんないかのところはもう、それだけでも潰されそうな日々。もう正直楽したい。遊ぶ時間とか、ゆとりのある時間が欲しい。で、それしたらどうなるかって言ったら、寝不足にされる。めちゃくちゃ、奴隷。で、その、ワンピースっていう漫画も、もともとフルーツラパークで僕は1997年ぐらいから働き始めて、で、1998年ぐらいにそのワンピースっていう漫画が始まるっていう話で、ある程度のその物語の構成とか、子供の頃言ってた内容とか、こうノートをつけてた同級生のものとかがいて、そこからの話とかで、あの話は出来上がっていって、で、ただいま今、もう、1、2年ぐらい前から、イム様とか呼ばれるような存在が出てきてますけども、その、一応まあ、政府側の海軍のその、元帥よりも上で、五老星よりも上でっていう、まあ、五老星を、内閣に例えるとするのであれば、その上にイム様って、その、医療業界の医と務める、精子の生産されなくなる薬だとか、コロナウイルスを作っていたのは生物兵器であ、あれは生物兵器であって、あれは、医療業界と科学の合併によって作られていた。じゃあそういう組織があった。じゃあ狙いは何だったのかっていうところはもう今まで説明しました。こんな状況で皆さんよく平気でいられますねっていう方が僕の感覚でもあるし、ただし、みんなが重苦しい顔してた時、もうそれはそれで僕も不安になったりします。例えば、普通の物事の見方として、一プロ野球選手とかはどうこうできるようなレベルの話じゃないことぐらい分かっています。
昨日もその、本当はね、21時になるちょっと前に、その筋トレをちょっとしてね、試合状況分かってなかったですよ。その阪神タイガースとか横浜 DeNA とか、もうそういうところの途中経過とか見るのも嫌になったり、それ見た瞬間顔潰されますから。で、まあ、筋トレを、2セットほどして、その分の、1点1点が楽天とロッテに行って、まあ、延長戦勝ってるような状況ですね。で、プロ野球業界に関して、その延長戦をやめてくれって言ってるのになぜ延長戦をしたがるのか。僕、ペナントレース始まってからどういう生活をしてるかって言ったら、今までね、試合中に晩ご飯食べたり、シャワー浴びたり、まあ、以前、エネルギーの残存問題を頭の中に入ってなかった頃は平気で風呂を沸かしてましたけども、もうだいぶ前から、もう今年 もうずっとシャワーですよ。冬場からシャワーだけで済ませています。ガスの消耗っていうものが大きく減らせますから、シャワーの方が。そのシャワーを浴びただけで風呂入っただけで1点取られるんですよ。だから晩ご飯と風呂で2点取られるんですよ。筋トレのセット数、例えば腹筋を出たり背筋、これ義務教育で15回ずつが1セットみたいな形で教わっていて、結局それ理由で昨日は2点取ってるんですね。じゃあこんなにたくさんサッカーの試合とプロ野球の試合が複数の球団にその点数振り分けなきゃならない時、しかもその時間帯にしなかったら違うスポーツに取られたりする、絶対無理。1日でセット数で何十っていう回数、それだけで見るとな、パソコンとか法律名とかを使用されてます。僕はあの内容で普通にお金振り込んでほしいんです。普通に区切りがなくなりますから。で、普通にスポーツの勝ち負けから本当は降りたいっていうことも言ってます。ペナントレース前に本当は言ってるし、その請求自体2023年までにしたいって、一応その今年のある程度の時期のところのボクシングの試合とかの勝ち負けもしましたけども、他もそうでしたけども、それを述べても状況変わってなかったですから、今も体が冷えてるし、また正直布団の中入りたいなっていう心境ですね。一応毎日物事ある程度は進めなきゃならないなっていうところで、ある程度そのパソコンで文章を作って、その立川千夜さんにね、そのまあ今日メール送ったところなんですけど、あくまでもお問い合わせのところからだから、どうなるかなんか分かんない。そこまで行って委員会では立川千夜さんが会うっていうことを大きな声でしっかりと気合い入れて言ってはくれてはいるんですけども、まだその電波とかその辺歩いてとかで、そのあの方法にまだこだわってる人がこだわってる人なのかどうか僕わからないから、あれしたところでみんな僕に話しかけたりとか話し合いとかしようとしないでしょ。意味ないんですよ。あれもしかして僕は通り過ぎた人間とか気がつかなかった時に睡眠不足にさせられます。でもしかしたら相手は睡眠不足に刺さられていて、僕の家の近くまで来ただけであったっていうことにして、それで逃げてました。だ、何が行われてるかって言ったら、状況とかも何もよくわからないままみんなそういう世界に引きずり込まれて、睡眠不足、睡眠をかけさせられてるような状態。まあ、頭の中でも昨日もすごく思いましたよ。自分のその佳子様の件のね、その武田敦也さん宛てのメールを、まあ、昨日もちょっと作りかけていたんですけど、もうやっぱり頭の中取られてるから、もう文章がうまく書けない。本当に比較で出したいぐらいで、もう途中からやっと文章、まあ、そのスポーツの価値はもう正直昨日ね、もうテレビ見ないでいいわって思ったんですよ。
子を作っていて、で、まあ、読んでいて、ある程度は分かるなって、ただ、まあ、未来からの時間軸の声かけとか、それが分かる人じゃなかったら、何書いてるか分からないっていう文章には見えてしまうでしょうけども、そういうふうには、一応分かる人には分かるような文章にはなりました。だが、昨日も書いていて、後から見て、いや、これやったら分からへんやろっていうような、だけども、頭の中でどう書いたらいいか分かんなくなって、捉えてるから頭の中を。このものが医療業界の金儲けだったのか何だったかわからないです。本当に人べらしで考えてたんじゃないかなって、今こちら撮影してる画面は今その話をしようとして明るくなりました。コンピューターが反応して何か判断してそういうふうにするから、本当に多いな、その過去様、未来の時間軸からの過去様との会話というのは、まあ、90番のご一緒のメッセージのところから見たときに、そのアクセス先がね、同じところにしてるんですよ。だけども、一つの動画で4パターンほど見たりだとか、人間が、次の日にはこういう内容の方の映像に変えておこうとか、それをしてるのか、それか、一応作り手の方でもそれしようと思えばできます。だけども、スポーツ界の人たちにはもう何回も言いましたよね。その、ビデオ判定の時にコンピューターが映像加工してくるって。で、最終的にまあ人間の判断に委ねてきてるんだと思うんですけども、去年のオリックス・バファローズと阪神タイガースの、そのセカンドでのタッチプレイ、追いタッチのところ、セカンドの人は、ヘルメットが動いたか動いてないかの映像2種類。動いてる映像と動いてない映像。あんなの。普通に冷静に考えたら誰でも分かります。キャッチして、タッチしに行ってもこうですよ。スライディングしに行ってる人のスピード追いつくわけないじゃないですか。正直、その、一瞬、2日前の試合、阪神タイガース1対0で勝ってますけども、解説席見ただけで、一瞬も、気持ちのところの部分でね、能見さん、もともと阪神タイガースの人だったんですけども、確かオリックスバファローズにも行きませんでした。もうややこしすぎます。二人とも阪神タイガース側で得点になるっていうことであれば、一点で終わってるはずないじゃないですか。二日前の試合ですよ。もう昨日の試合はもう先、状況言いました。で、他の動画でも言ってます。動画のアップロードとか追いついてない。こんなこと毎日してたら時間大量に失うだけなんですよ。どちらにしても解決しないっていうことになるでしょうね。何か呼びかけて、誰かが何か動いて、例えばどこで止まってるかで言うと、特許だけの話で言うと、要するに今までのお金払ってくれたらいいんですよ。そのワールドベースボールクラシックの件に関しても、阪神タイガースの優勝の件に関しても、横浜 DeNA も、そのベイスターズの時の優勝に関しても、あの時は本当はもともと僕たちの方で話し合って決めた内容であって、もう、その、セリーグの戦後の優勝回数見てもらったらわかりますよ。僕生まれたのは1977年です。で、1985の阪神タイガースの優勝に関しては、もう関わってたっていうのは、それはもう、後からしっかりと分かってる方ですね。その阪神タイガースの選手の人たちが、父親がね、その当時、ステーキ屋さんで、まあ、店長として働いていて、末広っていう名前なんですけども、もう今はなかったと思いますよ、その会社。阪神淡路大震災の前のバブル崩壊の時に、だいぶダメージを被って、十何店舗ありましたから、まあまあそこそこの規模だとは思います。だけども、
もうやっぱり飲食業も一時のものですね、どこ見ても本当に。ああいうファミリーレストランとかも、もうどこもそうですよ、若い人たちは分からないと思いますけども、もう作って20年以内で大体のところはすぐ潰れます。早いところは5年。で、その正規屋さんにね、その阪神タイガースの選手の人たちとか、まあ、食べに来てくれた云々とかで、もともとはそういう話、いや、だからその時ね、だから1985年の頃かな、母が弟を身ごもっていて、で父親から言われていたのは、こういう時は遊ばない方がいいって言われていて、で僕も家から帰ってきてから、もうほぼ毎日、遊ばないような日々を過ごしてましたね。弟が生まれたのは、2月ですから、まあまあ、阪神タイガースが優勝した年、どうだったかな、優勝した後だったかな、だから生まれた後とかも基本的にそうでしたから、だから昨日だけで言うと、遊んでないといえば遊んでないんですよ。昨日丸ごとね。だから、プロ野球の試合終わってからもですよ。だからルールがどうなってるのかのところでも、最初から最後までルールめちゃくちゃ。だから、ただひたすらもうしんどいですね。申し訳ないですけども、今の現状、こうですね。これはまあ、阪神タイガースや横浜 DeNA の皆さんや、ロッテや楽天の人たちへのメッセージということになりますね。もう何年も連続してこんな状態無理、絶対。もともとゴルフの世界だって日本人の世界ランキング1位なんかなったことない。10位以内に最終的にシーズン終わった時に10位以内に入ったこともなかったでしょ。それ松山英樹。気を、まあ、一応世界ランク1年だけだったと思いますけど、最終的には一時だけになってしまったんですかね。どうでしたっけ、その年で一応最終的には1位になってましたっけ。持っていきましたから、錦織圭も世界ランキング4位、宮里藍とかも、もともとあの子もフルーツラパークにもう中学生ぐらいの頃から来てたから、もうこっちも驚いた方、無理だって無理だって、そんな年齢で働かずにこっちが捕まる。